野村チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。早いものでシーズン10に英雄集結が始まって1週間が経過ということになってます。この動画がリリースされる頃にはもっと経ってるんじゃないかなと思います。で、今シーズンから僕が所属しているエリアサーバーでの進捗みたいなのを動画にしていこうかなと思っております。ただですね、シーズン10に英雄集結に関しては運営さんが南北にマッチングしたということでですね、どうも陣営戦のようなシーズンになってるということなんですね。なんで裏切りとか、あと合併みたいなですね、外交の駆け引きっていうのをですね、お見せすることはできないんじゃないかなと思っております。またですね、動画によってはですね、1本で1週間が経過したりだとか、まあ、3週間が経過したりだとかっていうことでまちまちになるかもしれないということもですね、ご了承いただきながらご覧になっていただけたらと思います。で、僕が所属しているエリアサーバーが PK12006J ということになってます。なんでこのシリーズでの内容というのはですね、このエリアサーバーでの出来事ということになります。で、僕が所属している同盟がルテン将軍という同盟になってますね。人数は50人にも満たないということで非常に少ないんですけども、サンドの飯より新鮮が好きなアクティブなメンバーが集まってる同盟ということになってます。で、こちらが出生週明けということになってます。僕は北の河北出身ということになってますね。で、同盟の人数なんですけども、大体の予想ということでご了承いただけたらと思います。また全ての同盟を50の倍数で表示させていただいてますんで多少誤差はあります。また人数が少ないところというのはですね、表記させていただいてないということになってますね。で、北の筆頭同盟はおそらく龍さんなんだろうなっていう感じですね。僕はちょっと外交のことはですね、深く携わってないのでよくわからないんですけども、そんな感じの雰囲気があります。で、南に関してもですね、はっきりとはわからないんですけども、キングダムさんが筆頭同盟になってるんじゃないかと思います。で、うちのエリアサーバーで一番に資源州入りを果たしたのは南の勢力の筆頭同盟であろうキングダムさんということになってますね。9月の26日の夜の10時から工場スタートということで、シーズン12が始まってから83時間後に工場スタートということになってますね。で、撃破タイムが46分33秒ということになってます。で、北の同盟で一番に資源州入りを果たしたのが艦首さんということになってますね。9月の27日の夜の9時からということで、ほぼ24時間遅れての資源州入りということになりましたね。なんでこの段階では一歩南の勢力はリードしているということになっていると思います。ちなみにこの工場には僕も参加しましたが、一応その少人数の同盟でやらせてもらっているので手伝いという形で参加させていただきました。で、こうして続々と資源収入を果たしている中でですね、この前歩の戦いというのが行われました。こちらはですね、出生州をつなぐ席での戦いということになってるんですね。で、予州、南から北、遠州に向かう席ということでですね、月下美人さんという南の勢力の同盟さんが落としたということになるんですね。なんでこの段階でですね、出生州内での争いが起こる可能性が出てきたということにはなってるんですけども、戦役マークがつかない程度の戦いしか行われてないということになってます。まあ理由といたしましては、出生州で争ってもあんまり旨味がないっていうことになるんだと思いますね。仮に月下美人さんがガンガンと遠州に侵攻していって全ての土地を剥いだとしてもですね、資源州が4つもありますので、遠州の同盟は資源州に入ってしまえば何の問題もないということになってますよね。しかももう席は開通してるっていうことになってるので、慌てて出生州を守る必要もないということになるので、こういった感じで対人戦がほぼ行われない展開になってるんじゃないかなと思いますね。こんな感じでですね、今回のシーズン12の地図っていうのはですね、序盤対人戦が起こりにくい形になってるんじゃないかなと思いますね。で、僕が資源収入を果たしたのはさらに1日後ですね、9月の28日の夜9時からということになってます。ただうちの同盟人数が非常に少ないですし、で、まだこのシーズンが始まってから5日しか経ってないということで、兵器部隊もあまり用意できてないということでですね、手伝っていただきながらの資源収入入りということになりました。ご協力いただきましてありがとうございました。で、同じタイミングで同艦の戦いというのが行われました。これは陽南と清涼をつなぐですね、まあ出生州同士をつなぐ席への工場ということになってるんですけども、南勢力のこれ新龍さんと読むかな、新論さんと読むかな、どっちかちょっとわからないんですけどもが抑えてですね、これでですね、陽南から清涼へこう出生州への進行っていうのが可能になったということなんですね。
なんで地図で言うと東西の関っていうのをですね、南の勢力の方々に落とされてしまったということになってますので、出征州に入ってこられる危機っていうのがですねあるということになってますね。でこちらに関してはですね結構進行されてるみたいで、捕虜なんかも取られてるっていう状況になってるみたいなんですよね。なんで早くもですね、南勢力の方が一歩リードみたいな展開になってるということですね。で1日空きまして、関との戦いというのが行われました。これは9月の30日の夜の7時からということになるわけなんですけども、でこれが成功したことによってですね、A 線と課題というですね資源種をつなぐ関が抜かれたということですね。でこれまた南の筆頭同盟であるキングダムさんが抜いたということになりますので、資源種への進行というのもですね許す形になりましたが、これまたですね戦役マークがつかない程度の小競り合いしか起こってないということになってるんですよね。なので席を抑えた理由といたしましては、やっぱり資源種に入ってこられないっていうことを目的に落としてるんだと思いますね。相手の方にガンガン進行したれということで落としてるっていうのではなさそうな気がします。やはり運営さんの意図であろうですね、司令の中で対決させるっていう構造にですねどうしてもなってしまうということになってますね。で同じ日の夜の10時からですね、これはですね高能と加藤をつなぐ戦神という関ですね、まあ関って言っても川なんですけども、での戦いということでですね、これまた南勢力の方が落としたということになってるわけなんですね。なんで南と北をつなぐ関っていうのはですね、全て南の勢力が抑えたということになってるわけなんですね。かなりピンチかなと。まだ始まって1週間なんですけども、押されてる感はすごくあるんですけども、まあこのゲーム司令を制したものがっていうところがですねちょっとありますので、司令で遅れを取らなければいけるかなというところがありますので、早い段階でですね司令の中に入りたいなというところではありますね。ちなみにこの工場の後にですね、南勢力が北に攻め込むっていうこともこれまたなかったということですね。もちろんちょっと小競り合いはあったんですけども、戦役マークはつかない程度ということになってますので、こちらも自分たちの資源州に入ってこられないようにっていうのが目標の防御的工場ということになってると思います。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介させていただいた工場のですね、その赤と青をまたぐような工場に関してはですね、今ご覧になっていただいている通り矢印を表記させていただいたと思うんですが、これ青の矢印が1個もないっていうことになってますから、かなり押されてるような印象ではあるんですけども、まあ勢力値なんかを見てもですね、土地を相手にしっかり取られてるっていう感じでもないということになってますので、まあ今の色塗りで司令のところですねを青で囲むことができたらですね、勝つことはできるんじゃないかなと思っております。でまだ1週間なんでね、どう転ぶかわからないということでですね、今回はプロローグ的な動画になったんじゃないかなと思いますけどもね。なんで結果報告をしてるだけみたいな感じでですね、特に面白みもなかったかもしれないんですけども、これからですねバンバン対人戦も行っていくと思いますし、駆け引きの妙でですね、ここが落とせたとかですね、ここを抜かれたみたいなこともあるかもしれません。また同勢力内って言うたらいいですかね、北だったとしてもですね、北の同盟と戦ってはいけないみたいな決まりはないということになってるんでね、まあちょっと波行は取れないということにはなってしまうんですけども、まあまだ何が起こるかわからないということでですね、僕も動画を作っていくのを楽しみにね、させていただけたらと思います。こんなんでよかったらですね、定期的に作っていけたらと思ってますので、ぜひ今後のですね BK12006J の展開というのもですね楽しみにしていただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あと Twitter のフォローの方よろしくお願いします。 Twitter のリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。